YouTube の一緒に企画をやっていくメンバーはこちら、金子美優です。見えてー、楽しみ、美優です。はい、やっと回ってきましたね。やっとですよ、はい、あの撮影の順番で言うと美優が一番最後っていうことで本当にずっとウソウソしてましたから。私も本作も美優さんは忙しいですけど撮影がもうなかなかできない。とんでもない、とんでもない。ありがとうございますということで今回は、美優とですね、ここラウンド1博多半道橋店にやってきまして、はい、スポッチャで対決をしたいと思います。このね、ラウンドは博多半道橋店さんは私たち結構もう結構行ってますね。だいぶお世話になってて、ラウンド1自体もあのいろんなとこ行くんですけど、北海道行った時もラウンド1に行ってどこに行ってもラウンド1に行くんですけど、まあ、唯一この博多半道橋店さんは結構私たちの来るところで、まあ、普段ちょっと帽子かぶってねやってきてるんですけど、今回も帽子かぶらずやってきた。なんならメンバーからの T シャツまで着てやってきたから。でもね、ちょっとここだけの話というか、まあ全体に広がるんですけど、あの10時にやってきたんですよ。回転速10時。さくらがちょっと待っとったら、まあ、結構いろんな、まあ、人が結構集まってきよって、まあ、結構来たなと思って、ミュー到着して10秒で金子ミューさんバレました。ありがたいことですね。そうね、あのミューのね、こと知っとる男の子たちの反応がすぐ分かるよ。まず猫ミューじゃねみたいに始まって、で一人の人がまず言い出すっちゃう。で携帯を持ってこうしてミューを携帯みたいにこう見て、みんなそこにこう集まって、はい、まあ、ということで今回はミューといろんな、ゲームとかスポーツで対決していきたいと思います。はい、頑張ります。私結構得意なので、あ、これは負けないと思います。どうですか、いや私は、まあ、とりあえず何でもできるかなと思うので多分できます。じゃあまず私から投げていきますかね、はい、お願いします。はい、ということで
屋上に来ました。はい。今いっぱいいろいろあるんですけれども、うん、どこから行こうかな。目の前にある、あ、バスケ、うん、じゃあフリースロー対決とか。フリースロー対決いきます。よいしょI'm sorry.
ゃ暑い、ね、めっちゃ暑い、本当に暑いので皆さん屋外でやるときは水分補給を取りながらやってください。次はバッティング行きましょう、はい、バッティング、はい、バス停に行ってきました。はい、バッティングセンターにやってきました。やばいやばい、汗かきすぎてもうきついきつい、どこも映さないで私も、じゃあ私映しといてはい、ということで90で、じゃあ何回ヒット打てるかで、わかりました、勝負しよう。 OK、 自信はない、うん、そこはもうないよし、じゃあやっていきますか。はい、やっていきましょう。はい、じゃあそれでは90キロでやっていきたいと思います。これは何回ヒットしたかということで、それでは、あ、計測、計測いけた、よし、いきます、頑張りますあ、来た来た来た、怖い、怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる、これは当たった、8でした。では3ですけど。次ミユ。はい、ということで金子ミユに変わりました。まあ見た目からしてできそうな感じですが、多分やった経験は全然ないのでできるか分かりませんが、さくらさんの記録を超えれるように頑張りたいと思います。挑戦。挑戦します。そう。
腹空いたよね。はい。ということで今日はなんとサプライズでミユにお弁当作ってくれた。やった。はい。こちらの方で。すごい。そうです。お弁当。なんかお昼食べると聞いてたんですけど、はい、食べに行く系かなと思って。すごい。ミユにお弁当を作ってきました。すごい。うまそう。スタッフさん分も作って。すごい。これさくらさんの？そう。ちょっと急に言われて。いや、これ話のわけがあるけど。さくらさん自分のだけめっちゃタッパーないから、ね。違う。あのね、わけがあって。これはもう一人のスタッフさん。どうぞ。でこれ本当にちょっと裏話、なんで私がこうなったかっていう説明をしますと、普通に4つね、さくらとみゆとスタッフさん2人分でね作ろうと思っとったんよね。でもさくらんちそのご飯炊くのがねもうマックスで 1.5 合しか炊けんくて、まあ、とりあえずマックスで炊こうと思って、普段1合ぐらいしか炊かんけど4人分と思って 1.5 合炊いたんよね。で1人ずつこう入れてきったらやべえ、もうほぼ1人の時点で今日ご飯少なめになると思ったんよ。はいはい。でもう3人目でもう完売してしまって、さくらないと思ったけん、ちょうどもう冷蔵庫にあったあの冷凍の焼きおにぎりがあったけん、ここにおるったけん、ほんとや一人でも私はこれでいいかみたいな感じのタッパーになっとって、嬉しい。みゆは結構その食卓のご飯を結構あの、好き好んどうけんさ、だけんお弁当作りました。嬉しい。今日7時起きです。やば、はい。でそので前の日にね、もう先にもう仕事で一日中仕事やったけんね、はい、前の日がうーん、そうスーパー行く時間ないと思って、もう朝一でスーパー行ったんよね。すごっ。そうだけど、ね、意外と朝一ってあんま材料がなくて、トマトとか入れたかったけどなかったけん、そんな感じになったんですけど、うん、嬉しい。じゃあこれを食べながらお話ししましょう、はい、やったー。ではいただきます。いただきます。嬉しい。そうだけんさ、はい、この間の東京の時にさ、さくらがさしれっとさ調査のようにさ、あ、言ってましたね。お弁当何それで、お弁当何、そう、ゆうみさんとみゆと一緒にね、うん、東京でご飯食べてたんですよ、うん、その時にみゆ、うん、って弁当何が好きっちゃろうって思いながら、うん、でもちょっとなんか遠回しに聞かんと思ったけん、まずゆうみさん、てかゆうみさんってみたいな、お弁当いつも何昔何入ってましたって、うちは何とかやってて、みゆはで、みゆそうめんでしたって無理じゃんそ, そしたらその後に、まあ、ミートボールとかだけ、うん、一応ミートボール情報量ミートボールだけ。でこれもう食べてましたよ、グラタンのやつ、ね、あの占いとかのやつ、うん、じゃあいただきます。いただきます。食べてください。うまっ、うまっ、愛情こもってるわなんかさ、運動はお弁当よね。うん、うん、うまっ。でこのウインナーもあのこの間こあの妹とミュート3人でパーティーした時に、うん、ミュートこれめちゃくちゃうまいねただただ焼いてしこしょうかけただけのフォークピッツです。マジ美味しい。うん、うん、よかったわ。久しぶりにあのお弁当作った。いや、お弁当とか作らないですよ、うん、そもそも。いや、YouTube 見てたら分かりますよいや、みゆは本当一番私の家に来るメンバーなんですよ、うん、泊まるし、うん、まあ、前も言ったけど歯ブラシもあるんですよね、みゆそれので、本当あの料理をね、うん、シチュー作ったりとか、本当一番、意外と一番めちゃめちゃ実は来てるっていう、うん。まあ、みゆはもうね、ソロも増えてきてね、はい、もう昔の、最初からのみゆのファンの人からしたらもう考えられんじゃない、みゆ、うん、がこんなに大物になるなんてって、みゆもこんなのなんて思ってなかったですし、うん、で最初14歳とかで研究生してた時は、うんうん、髪もめっちゃ長かったし、うん、前髪も重めみたいな、うんうん、重めパッツン芋女って感じだったんで、うんうん、だってリンク入る前も研究室の IQ プロジェクト研究生っていうのでセンターやって、うん、でなんかあの結構あの時何人おった？マックスの時あの、まあ、20人以上はいましたね。ね、まあ、20人以上30人以下ぐらいおったんですけど、うん、なんかリンクが審査して決めるみたいな時があって、うん、でみんなその自分の質問とか自己 PR をするリンクにね、はいはい、する講演があったんですよね。でその時の MC で全員もマイクを取ってなんか言ったりしてたけど、ミュその中でもミュだけがね、うん、何も言わんかったよね、うん、もう
主張とかもできないんですよ。もともとステージに出るのは好きだったんですよ、うんうんうん、スポットライト浴びるのは、うん、でもそういうインタビューとかは全く経験なかったし、うん、でも後ろの方で突っ立ったもんね、うん、しかもちょうど真ん中から真ん中そう真ん中だからずっとこの子いつ狂っちゃろうと思って今季どんな子やと思ってもうめっちゃ覚えとその時まだもう鮮明に、うん、超絶鮮明に覚えとでなんかリンク入って入ったばっかりの時はあのドッキリさせられて泣いたりとかほんと何も喋らない子だったんですよ。今じゃほんと考えられんかもしれんけど、うん、ねマジで自分でも変わったなって思いました。ほんと何も言わんけん気づいたら夏フェスで熱中症なさったりしんどるやつ言わんかいって思ってもうそれももう今あんまり喋れないから、うん、ラナさんとか一生懸命、うん、大丈夫どこが痛いとみたいな、うん、お腹頭でもみもちょっとそう、みたいな今の南以上に喋れんかったよね、うん、分からんけんみたいな南の方が上ですね、うん、であの子中2で、みゆ中3でしたからね、うん、確かにでもなんかさくらがみゆがちょっと変わりだしたなって思ったのは、はい、なんかさ結構6人になって、うん、ミーティングとかもするようになったやん、うんうん、でやっぱその6人の中ではみゆ、まあ、とりおなが後輩で、はいまあ、りおなよりさらに後輩がみゆ、まあ、やったやん、はい、入ったのは同期一緒やけど、はいなんかいろいろみんなでミーティングすることが多くなってなんかミュウは結構その言葉に出さんだけで思っとることとか、うん、考えとかはめっちゃしっかりしとるんだっていうのを、うん、あなんかミュウってちゃんとしとるって思ってそれが結構絶対赤ちゃんあきれる結構なんか印象的に残っとってそれがもう今じゃもうミュウが走ったらもうみんなが真似するみたいな感じに。なってますけど嬉しいことですね、本当にだってあのさっきもさあの入ったラウンド1入った10秒で見つかった金構図にだから勝手に金構図って言うけどでこの間まではミューズって言ったじゃん、まあ、金構図がおってその後、まあ、動画には映ってないんですけど次なんか中学生の女の子たちがね、うん、もうでそのミューが気づかれたっていうのをさくらがすぐ察知するんですよ、ね、ミュー気づかれたで今回もそれやってね、うんまあ、女の子たちと写真撮ったりもうすごいよほんとマジすごいでなんかさくらミュウとキュなんか一緒のなんて言うと共通点なんやろって考えた時に、うん、今18歳やんさくらも18歳か16歳に入って何歳入って15歳だっけ年会ってのは 16?15 ですよでそう16歳入って18歳の時に結構個人仕事がたくさん増えて、うん、あのなんかなんていうと今までアイドルしか学ばんかったことがいっぱいその他のことを学び出したのが18歳やって例えばその映画の主演とか、うん、のみゆもさ、うん冬ぐらいの公開の、はい、どうぞ今猫の記憶が、はい、多分12月頃に多分公開されるんですけれども、うん、まあ評判が良かったり、うん、でも良かったら頑張ったら全国に行けるおおたくさん見てくれたらいいなと思います、うん、12月頃公開ですのでぜひご覧くださいはい、まあ、このね映画主演とかもさくらも18歳の時やったけん、うん、それとか同じやなみたいな、うん、とかさくら写真集したのも18歳販売したのは19歳だけど、はい、撮って仕事行ったら18歳、うん、でも見るもさいろいろも雑誌とかさ、うん、かそういう個人仕事多くさくらはグラビアとかもやりだしたりとかで、うん、なんかそこら辺はちょっと似とるなみたいな でもやっぱ今時代が違うけんさ全然やっぱ6年前、うん、5、6年前と今は全然違うよ、うん、本当にその時の大変さもさくらは覚えとうけどでもそれ以上にもみゆはもうさいやいや YouTube とかいっぱい抱えとうけんさ全然今のリンクメンバーとか今までおったリンクメンバーが感じてない忙しさをみゆは感じとるんやろうなと思って、まあ、それみゆが思うのは、うん、あの今そういう状況じゃないですか私は、うんうんうん、やけんあのリンクのことを考えてないって思われるのが嫌あー確かにねちゃんと、うん、なんかミーティングとかもちゃんと週に何回かあるんですけどリンクって、うん、でその時に出れない時もあるんですよね、うんうん、一人だけ東京とかにいて、うん、そういう時に出れないから、うん、あーみゆは個人仕事だもんねみたいな風に思われるのはもうめっちゃ嫌だなって思いましたね、うんうんでも意外とさもうそんな多分さくらの時代の時は多分そう思う人が多分おると思っちゃう、うんまあ、メンバーとか責任その時代的に大人数だったので、ねうん、32人もおったしだけどもう今はもうさ
ミュウはその与えられた仕事を全力で、うん、その時はリンクのことを忘れてじゃないけど、そのそういうことは気にせずに全然やっていいと思うし、メンバーにすごい恵まれてるなって思いました。うん、いや本当そう、そうそう本当そうだと思う。絶対今までのリンクメンバーじゃ考えられんことをミュウはしとって、それを答えとって、それがさ、おったらさ、なんかアドバイスとかできるけどさ、やっぱ初めての人やけん、うん、誰もアドバイスもできんし、うん、こう探り探りやしさ、うん、っていう感じやけどね。なんかミュウが切り開い、新しい、ちょっとバリバリこぼすまたミュウが新しい時代を切り開いている感はね、うん、ありますけど。なんか、さくらが卒業とかして、まあ、ないとは思うけど、なんかまあ不安なこととか、これからこう、どうなるかなみたいな不安みたいな。ライブとかもまあそうなんですけど、うん、MC とか、うんうん、まとめる系の時、今まではさくらさんとか、うん、ララさんとかゆみさんとかがこう代表して言ってるじゃないですか、うん、大体いつも例えばツアーの最後のまとめ役みたいな、うんうん、だからそういうところにさくらさんもおらんくなったら、うん、自分的に多分自分がそこ喋る系の人になるんだろうなって思ってるんですよね、うん、自分で。だけどその時の、うん、なんだろう、私でいいのっていう、そのちょっとあのプレッシャーじゃないけど、うん、いいのみたいな感じの不安さっていうのはあるから、うん、それを早くなくせるようにしたいなっては思います。いや、めっちゃわかるそれ。さくらもね、いつやったかな、5周年の時ぐらいから、はい、だから今まではその何大勢おって、はい、それこそゆうみさんとか、あの前のリーダーの天野夏さんとかが、うん、結構最後締めみたいな、周年とかの締めを言ったけど、うん、なぜか5周年ぐらいからさくらもその締めに追加されるようになったんよ、うん、で、みたいな、こんな自分、しかも先輩もまだいっぱいおる中で、でもこんな自分なんかがそんな大事な場所で喋っていいとかみたいな気持ちはあったけど、でもやっぱ言われたからには絶対せない感じさ、うん、でそこら辺からこうちょっと責任感が出てくるようになったよ、うん、今まではもう好き勝手なんかやっとけば先輩助けてくれるみたいな感じやったけど、そういうのがきっかけで行くようになったけん、なんかその自分で大丈夫かなとは思わず、うん、もう多分まあミュウはミュウでさ、まあ、ミュウ信者みたいな感じなのが絶対出てくるし、さくらも多分さくら信者みたいなのがないやろうねだって全然大丈夫と思うけど、そのしかも実は今ミュウが今ライブ中に、あの一番最初に、今までさくらが結構挨拶すること、うん、皆さんこんにちはって、うん、挨拶することが多かったんですけど、まあ、その千秋さんが卒業して、うん、もし次その挨拶するのを誰やろうって考えた時に、まあ、ミユやなと思って、うん、そのミユにさせたのは私です。あ、そうなんですか。そうなんや。そうよ。へぇー実はねそうなんや。ミユで行こうみたいな感じで、でも本当今も歌うメンツのメインボーカルではないですけど、うん、昔と比べたらソロパートももらえるようになってきたし、うん、マジや分かってるんですかね歌い方も、リョーナも本当歌えんかったしね。でももうあの今その私がフォーメーションとか歌割りとか決めてるんですけど、もう基本もうメインで歌うのはさくらとゆみさんと、まあ、ミュウとリョーナっていう感じで、私もまあこう選んで、この声はこの人がいいなっていうので考えてるんですけど、だからさくらさんのツアーが、ね、多分これある時にも始まりってるのかな、始まってるんですけど、結構さくらさんのツアーでする7、6、8人で初めてする曲とかも結構あるから、うん、めっちゃ見ものだなって思うし、うん、ほんと最初で最後の曲も多分あるから、ね、8人最初で最後の曲、うん、見てきてほしいですね。本当に来て本当に来てでも本当ミユがそのやっぱその SNS とかで活躍することによってもうファン層もガラッと変わって、もう本当いよいよさくらもさくらさんって言われるみたいな。ミユのせいなんやさくら兄さんとか、いやいいよいいよいいけど、もうミユやっぱ影響者やけんさもうさくらさん呼びがねもう増えましたね。初めて知った方もいるんじゃないですか。私いやいないですね、さすがに。さすがにさっきの中学生の写真も、だからスタッフって思われて同じ T シャツ着とっちゃうから一応いや思われてないですってみゆはさくらさんが卒業した後、うん、ボケ担当のボケまとめ
ッコミ担当になるかもしれないじゃないですか、うん、多分ポジション的に、うん、みゆが起きたらどうなると思います？誰も突っ込む人がないと思うやばいっすよ。ゆうみさんが突っ込むやろうけど、うん、ゆうみさんは絶対ボケた方が生かされるし、うん、まあ、たまに突っ込むぐらいが多分絶対ちょうどいいけど、うん、もうみゆはそこはもう先輩やけんとか関係なしに、うん、全然そのタメ口で突っ込んでもいいと思うし、うん、まあ、タメ口とか敬語とかで全然今メンバーでさタメ口使ってもなんやこいつって思う人もおらんけんさもう本当に昔のリンクとは違ってもう自由に全然やってっていいと思うけどね、うん、生きやすい。いや本当よ、今のグループ本当生きやすいです。で桜自身もさ、うん、あのなんていう、まあ、結構ミュウと一緒におることが多いけん、うん、本当の妹よりもミュウのことを大切にしています。ダメですよそれ妹大切にしてくださいよ妹がおるけん分かるけど、分かるやろうけどいやなんかしてあげたいなって思う、うん、本当嬉しい、うん、なので桜が卒業しても、まあ、ミュウが先頭を切ってリンクを引っ張っていってほしいなと思います。任せてください。ゆうみさんとらなはもうその大黒柱みたいな感じで、うん、ミュウがおーっていく方で安心して卒業できるようにやるんで、うん、お願いします。桜さんは安心して卒業だけを見てください。何したいです？何したらいいです？何したらいいです？卒業までそういうこといっぱいありますよ確かに確かに。みゆが卒業する時とかでどうなっちゃっちゃろうね。わかんない、どうなってるんでしょうかね。人数がどうなっとるかもわからんし、うん、たくさん新しいリンクを切り開いていってほしいなと思います。任せてください。頼りにしております。お腹空いた時は家に来る。いきなりピンポン押すかもしれない。全然来て。その時のために、うん、冷蔵庫に物入れとく。ごめん、なんもない。そうめんしかない。あなたないよね。全然そうめんでいいって言って、多分そうめん食べますよ。ずる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 。そうめんかお菓子しかないみたいな。なんなら、みや具材、自分で持ってきて詰めてくださいってなるかも。これで料理お願いしますって。これもらったんですけど、多分私できなくてって言って取りに行くとか確かにありそう。残りもほんと3週間ですけども、よろしくお願いします。あっという間にしよう、3週間なんて。でもミルは卒業しても全然遊んでるしそう、なんなら一番合いそうじゃねって思っちゃうけど、さくらが連絡したらいいっすよみたいな、うんね、ちょっと6時で終わるんで、うん、1時からどうすか絶対ミューと遊ぶ率絶対高い。またスポッチャ行くと思う、どっかで、うん、本当にスポッチャよく行くんで会う頻度は多分変わらないですね、うん、そんな気がする、うん、逆に相談とか乗りやすくなるかもしれない。確かに全然来て、最近のリンクこうなんですけどっていう感じで、悩みも多分増えると思うから、うん、確かに体制変わっていろいろ新しい悩みとかも出ると思うんで、うん、そこはじゃあまた相談に。じゃあ卒業したらもう本当にガチの妹みたいな感じで二人目の、はい、仲良くやっていこうと思います。イエイイエイごちそうさまでした。美味しかった、めっちゃ美味しかったです。よかった、サプライズ大成功でした。あ、今日はスポッチャと、そしてサプライズお弁当どうでしたか？いやー、めっちゃ楽しかったですね本当にこんな楽しい撮影は私の YouTube でもしてますよそうですね、してます。ぜひ皆さん、ミユのね個人 YouTube の方にも遊びに行ってもらえたら嬉しいと思います。これからのリンクの未来は金子ミユにかかってる、頑張るということで、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。みゆでした。高評価とか言ってないんですか、いつも。あ、リオだがたまに。荒木さくらグラディエーションツアー Dear You、7月24日の福岡から始まって8月20日はラストステージ福岡で行われます。福岡と大阪と名古屋と東京に行きますので、ぜひ皆さんに来てもらいたいですし、最後のユナイテッドラボで行われる卒業ライブは一人でも多くの人に入ってもらいたいということで大きい会場を選びましたので、ぜひ皆さん遊びに来てくれると嬉しいですし、最後の荒木さくら、リンクの荒木さくらを目に焼き付けてもらえると嬉しいです。お待ちしております。詳しくは概要欄をチェックしてください。以上、荒木さくらでした。バイバーイ。